はい、こんにちは、レタドールマイピーです。今日はですね、1ヶ月でマスター、1球で、確実にライン際に、絶妙なバントを転がすための練習方法ということで、今日のテーマは、特にそのバントの中でボールの転がり方と、ちょうどいい打球を転がすためにということで、お伝えしていきたいと思います。でベンチからですね、よく子供たち の動きを見てたりとか、バントを見ていて、あ、これいいバントだなとか、あ、これちょっと失敗したなとか、そういったことをよく、ベンチから眺めているんですけど、どういうことを基準に、そういう見方をしているのかっていうことで、お伝えをしていきたいと思うんですけど、まずそのバントをですね、こうした時に、バントした時に打球が、バントしたボールが上に上がることが、あると思うんですけど、その上に上がるっていうのは、どういうことかっていうと、単純ですね、簡単にですけど、あのバットよりもバットの、真ん中の線があるとしたら、上半分にですねボールが当たってこういうふうに上がっていくということですね。バットの真ん中よりも、上半分に当たって上に上がるってことですね。横から見てもこういうことですね。こういうところに当たって上に上がっていくっていうことになります。で、実際打球が、じゃあ綺麗に転がる、確実に転がすってどういうことかっていうと、さっき、今の説明からいくと、ちょうど真ん中ですね、真ん中の芯に、ボールを当てて、横から見てもこういう真ん中に、しっかり当ててボールが確実に転がっていくということですね。で、打球が高いバウンドですね、打球が高いバウンドになった時は、どういうことなのかというと、もちろん分かると思うんですけど、バットの真ん中の線よりも下半分にボールが当たって、こういうふうに下半分に当たってこういうふうにいくってことですね。横から見てもボールの下にはボールがバットの下半分に当たって、こういうふうにバウンドをしてしまうっていうことになってきます。打球が上がるのか、打球が転がるのか、打球が極端に高くバウンドをしてしまうのかっていう、3つの、パターンに、挙げられるかと、思います。で、その上がるのはなぜかで、綺麗に転がるのはなぜかで、高くバウンドが上がってしまうのはなぜかっていうことで、今、バットに対してどう当てるのかっていうところで、お分かりいただけたと思うんですけど、ではですね、その一番大事なことは、しっかりと、ミートするってことですね。バッティングと同じようにミートするってことです。芯で捉えるってことです。でも実際、芯で捉えたりミートするっていうことは、ボールが転がりすぎてしまうんじゃないのかっていうことで、もう思われる方もいらっしゃると思うんですけど、前回の、送りバントの正しい、バットの握り方、持ち方っていうことで、説明したと思うんですけど、まず持ち手をですね、バットの、マシンですね、マシンに持って、そこから上にボールを当てるようにスペースを、作るということですね。で、前から見た時もこういうふうに、バットと持ち手に膨らみができてですね、ボールが前から来た時にここにバットが、この隙間にグッと押されて衝撃を吸収して、ボールが前に、適度な転がり方をしていく、野手がすぐに、取りきれない、キャッチャーも、すぐに取りきれない、その間ぐらいの絶妙な転がり方ですね。そういった形で、転がっていくような、コツがこの持ち方だったと思うんですね。で、それを、確実にやってもらうことによって、この真ん中で芯で捉えることによって、ボールが絶妙な転がり方をしていくっていうことになりますので、まずここをですね、しっかりと意識して、確実にその転がすですね、転がし方、
ボールの転がり方にですね、注目して、必ずバントの練習の時はただバントしたからもうそれで終わりじゃなくて、ピッチングとかもボールを投げて、その投げ終わったその自分の球筋とかを確認してると思うんですけど、あのバントも確実に自分がバントした打球がどういう転がり方をしているのか、ボールがどういう風に転がったのか、ただ自分が思った通りのコースに行ったからいいのではなくて、どういうボールの転がり方をしたのか、それによってやはりその当たり方とかですね、そういったところも分かってきますので、まあ、そういったところをしっかりとですね、まあ、具体的に学んでいく、意識してやっていくっていうことが大事になってきますので、そこら辺をぶらさないようにお願いしたいなと思います。ではですね、ボールがなぜ上がってはダメなのか、高いバウンドになってはいけないのか、っていうところなんですけど、まあ上がってしまうと、もちろんノーバウンドで、取れば野球はアウトになりますよね。で、送りバントっていうと、最初から構えてるパターンが、大体多いと思いますので、それによって内野手が前進してきてることがあると思うんですね。まあ、前進守備ですね。で、まあそういうボーンと、当たり速、確実に芯で捉えきれずにボールが上がってしまったと。でその時に考えられるのが、まずキャッチャーが飛び出してきてキャッチャーフライになったとか、で野手が1本目をよくスタートを切って素早く反応してノーバンでボールを取りに来たと、また飛びついたと。でそれでバッターはアウトになりました。でランナーもまあ飛び出していたりとか、中途半端な走塁やっていて、取ってすぐ投げられて、まあランナーまでアウトになってしまうと、最悪のパターンですね。上げることによってそういう確率がですね、出てきますので、まず上げるっていうことはですね、まあ、一番いけないパターンかなと、考えています。じゃあなぜ今度は、高いバウンド別にいいじゃないか、ノーバウンドじゃなくてワンバウンドでもツーバウンドでも地面についてるわけだからっていうところなんですけど、まあ、実際絶対ダメっていうわけじゃないと思うんですけど、まあ、毎回テーマでお伝えしてますよね、テーマでお伝えしてるように、1球で、確実に、ライン際に絶妙なバントですよね。この絶妙っていう部分にですね、含みを、持たせてるんですけど、やはりですね、まあ、ちょっと今回はキャッチャーミットですけど、ボールが自分の方に転がってきてるのをキャッチするのと、そのままボールが止まっている状態をキャッチすることは、どちらが例えば取ってこういう風に落球することが、確率として多いかで、止まってるボールと動いてるボールどっちが取りにくいかで落球しやすいかって考えた時に、やはり動いてるボールは自分から、そのコースにさえグラブを持っていって、確実にグローブの中に入るとこを確認しようとさえすれば、入ってくる確率で入る確率っていうのは高いと思うんですよね。でも止まっているボールっていうのは全てにおいてこちら側が影響を与えないといけないですよね。掴む、拾い上げるっていうですね。でちょっとでもグラブの先っぽとか、自分の手の感覚がですね、分かりづらいところで取ってしまうと落球してしまう。それによって結局は次のプレーにつながらないっていうことになってきますので、やはりそういった点から考えると、相手に転がっていくボールよりもどちらかというと相手がこう待っていても自分の方に転がってこないとか、途中で止まってしまうようなボールですね。そういうそのキャッチャーと野手との間のちょうどいい位置にこう綺麗にこうコロコロっとこう止まりかけるぐらいのボールが転がるバントがですね、まあ、一番理想的なバントじゃないかなと考えてますので、やはり自分たちが野手側になった時にどんなボールが転がってきたら処理しにくいのかとか、そういう視点に立って考えて、逆に自分たちが攻めの時はどういうバントをやるのかっていうところがですね、一番考えるべきパターンと思いますので、そこら辺ですね、まあ大事にしてもらいたいなと思います。で
あのもう一つその高いバウンドでですねあり得るのが、あのよくこう高いバウンドになった時にボールを取りに来てですね、こう勢いよく来てるもんなんで、ボールが超高くポーンって上がった時にこうジャンプして、自分の頭の上をこう飛び越えてしまうようなケースとかもあったりするんですけど、まあ、結局それっていうのはまあ、アンラッキーで相手のミスでこちらがこう生かされてるような状態になってますので、結局は自分たちが確実にそれをやった上での確実な結果、ナイスバントではないですよね。だからそういったところで考えると、やはりそういうバントというのは、あくまでも、まあ、1回戦2回戦とかそういったところでも通用しても、やはり上へ上へ行けば行くほど通用しない部分になってきますので、まずそういったふうに確実に決める、そのための確実なバントっていうのは何なのか、じゃあなんで上げちゃいけないのか、なんで高いバウンドじゃいけないのかっていうところで、入っていってもらえればなと、思いますので、もう一度ですね、考え方大事なんでしっかりやってもらえたらと思います。で、ですね、次はちょうどいい打球をこう転がすためにっていうことでですね、僕がいつも子供たちに言ってる、3つの原則があります。で、一つはですね、バントした時にこういうふうに引かない、こうバットを引かないですね。こうバントした時にこういうふうにボールが当たる瞬間にこうやってバットをこういうふうに引くをやらないってことですね。で、二つ目です。今度は、バントする瞬間にボールをこういうふうに前に出して押したりしないということですね。まあ、そのバントのやり方でプッシュバントとか、あったりしますんで、そこはまた、改めて別の、コーナーでお伝えしたいと思いますので、今回送りバントっていう点でですね、その絶妙なバントを、転がしていくっていうところですね、っていう点で押さないですね。押さない、ボールに自分から当てに行かないですね。当てに行かない。で、もう一つですねは、おさらいになるんですけど、確実に真ん中のバットの真ん中芯でですね、ボールを当てて転がしていくですね。この3つをですね、こう3原則としてですね、守ってやってもらいたいなと思っています。で、そのなぜ、引いちゃダメなのか、ボールが当たる瞬間にこう引いて、こううまく例えばファースト側に転がそうと思ってるんでしょうね。こう引いてやったり する子を見かけるんですけど、まあ、それでうまく、転がってコースには行くんですけど、まあ、特にライン際とかにですね、まあ、転がした場合ですね、こうバットを引くことによってこうボールがこう外回転になってしまって、結局はこうラインを切ってしまうようなボールが転がってしまうんですよね。だから結局は自分がそのストライクカウントを増やしてしまって、まあ、バントができないカウントになってしまったりとか、その一球、大事な一球を無駄にしてしまうような形になりますので、そのバットを引いてから、コントロールするっていうことがそういった形につながってきやすいよっていうことで、まず、子どもたちにはバット引かないっていうことでお伝えしています。で、なぜ、押しちゃいけないのか、もうこれは単純なんですけど、ボールが向かってきてるわけなんで、それをあえてわざわざ自分から迎えに行く必要はないってことですね。で、特に迎えに行くっていうことは、速いボール、特に速いボールであればあるほど、こうボールが来てるのに対して自分から押すわけなんで、打つ形とバットをスイングすることとほぼ変わらないような形になってきますので、そう考えると逆にこう絶妙なバントが転がりすぎるバントになってしまいますので、そういった意味合いで、押さないっていうふうに、考えていただければなと、思っています。ということで、今お伝えした2点っていうのをしっかり守ってもらうと。で、押す、引く、押す、引く、その時にこう引く、こういうふうにバットをこういうふうに引いたり、手だけ引いたり、してるようで、結局はこうちょっとした動きですね、こうちょっとした動きの時に、このちょっとした動きのこの目線のブレ
っていうのが、分かると思うんですけど、そのちょっとした目線のブレによって、まあ、例えばボールが、まあ、ただでさえこう引けばボールが切れていくとか、向かってきてるボールに対してこう引くわけなんで、こう当たり損ない押すことに関してもですね、当たり損ないになる確率が高いわけですね。動いてるものに対して動いてるわけなんで、まずそこで失敗する確率とか綺麗に決まらない確率が一つあるっていうのと、もう一つはやはり押すことにも、引くことにもその目線のブレっていうものが多少なりとも関わってくるっていうところで、あの失敗する確率とかがそういったところでも、高くなってきますので、まあ実際少年野球の多くの試合、負け試合っていうのはやはりその自分たちのミスで、負けていってるわけなんですね。相手が強いとかそういうのではなくて、あのやはり自分たちのミス、自分たちの自滅の行為によって、負け試合になっていくパターンというのが、ほとんどですので、やはりそういったそのミスが起こりやすいような、形っていうのをなるべく、しないように持っていくっていうことですねは、大事なことかなと、考えてます。特にランナーを送る、大切な、送りバントになってきますので、そこでランナーを一塁に止めておくのか二塁に一球で進めるのかによってまた流れが大きく変わってきますので、勝ち負けとかですね、特にそういったものへすごい影響してきますので、まあそういったことをですね、しっかり一つ一つマスターしていくっていうことにですね、力を入れていってもらいたいなと思います。で、特にバントって地味な作業だったりするんで、まあ、かっこ悪かったりとか、まあ、嫌がったりとか、まあ、ちょっとでもかっこよく決めたいなとか、思ってしまいがちなんですけど、まず、確実に正確にやるっていうことですね。そういうその人が面倒と思う、ダサいと思うような、地味なことにですね、時間をしっかりと費やして確実に決める、そういったところが自分のレベルアップにつながってくるし、試合中でも他が失敗しているような時に自分は確実に決めたりとか、そういったところにも必ずつながってきますので、諦めずにしっかりと地道なコツコツと、正確な努力、確実な努力を行っていってもらえたらなと、思います。また何かわからないことがあればですね、ご質問いただければと、思います。それでは、今日は、1球で確実にバントを決める、ライン際2列目のバントを決めるということで、ボールの転がり方と、そして、ちょうどいい、打球を転がすためにはということで、お伝えをしていきましたということで、また練習に生かしていただければと思います。ではまた次回、ありがとうございました。